チェルブルーデアウル国際音楽祭は、ルーマニアのブラッシュオフで年に一度開催される音楽祭である。チェルブルーデアウルとはルーマニア語で、金のおじかの意味。最初の開催は1968年で、主たる主催者は、ルーマニア最大のテレビ放送網、ルーマニアテレビ、TVR である。催しは主に、ルーマニア国内と外国の有名歌手による、 国際コンテストとゲストパフォーマンスの二つの部分から構成されている。長年にわたり、ジャック・ハスティン、ジルベール・ベコー、ジョセフィン・ベイカー、トト、クトゥーニオ、ジェームス・ブラウン、カイリー・ミノーグ、ダイアナ・ロス、クリスティーナ・アギレラ、シンディ・ローパー、ケニー・ロジャース、ジェリー・デルイス、レイ・チャールズ、UB40、インエクセス、スコーピオンズ、トム・ジョーンズ、リッキー・マーティン、ピンク、 シェリル・クロー、ザ・ケリー・ファミリー、T.A.T.U., ルスラナなどのほか、多くの有名なアーティストがこの音楽祭に参加している。以前は夏季に開催されていたが、近年は少し遅くなり、秋に近い時期に開催されるようになった。2006年にはトップアーティストの参加を確実にするため、春に行うことも検討されていた。また近年、ブラショフ氏と、 ルーマニア文化賞はイベントへの資金提供の中止を決定し、その後、音楽祭は完全に TVR が公演することになった。音楽祭が行われるブラショフのスファトゥルイ、広場音楽祭は3月5日から10日まで、ドラマティック劇場のホールにて開催された。ディレクターは、トゥドルボルニクと、イリエマネスク。オーケストラは指揮者、シレディニクに引きられた。司会は、 ステラ・ポペスク・ユリエ・ダリエ。ルーマニアテレビが、もっぱら組織の仕事に携わり、コンクールの参加者とスターを生み出した。初日は、有名な歌手コンスタンティン・ドラギチによるリサイタルが開催され、コンクールは3月6日から9日に行われた。3月7日には、参加した有名歌手のインタビューとコンクール参加者の経歴が掲載された。 1> 第1回音楽祭の公式誌が TVR によって5つの言語で発行された。3月10日、音楽祭の締めくくりには、レストラン、アロパレスで、コンクールの参加者、ゲスト歌手、審査員、ジャーナリストに、ディナーが振る舞われた。第2回大会は3月5日から10日にかけて、ブラショオフで開かれた。司会はサンダ・ツラヌト、シルビウス・スタンクレスク、アンドレマグラ。 前日には、カーザアルマーテにて、コンスタンティン・クルトゥマ市長によって、歓迎のカクテルが振る舞われた。フェスティバルは、世界中の25のテレビ局で放送された。ホテル、アロ・パレスでゲスト歌手、コンテストの参加者、ジャーナリストと審査員が招待された、ディナーパーティーが開催され、閉会した。なお、この年のコンテストには、フリオ・イグレシアスも参加している。 8月30日から9月3日、ブラッシュオフのスファトゥルイ広場にて開催。司会は、トニー・グレクト・ダニエラ・ガムレスクで、32の参加者が、トロフィーを目指して競った。ステータス・クオー、にアンリミテッド、テンプテーションズ、MC ・ハマー、ケニー・ロジャース、ギュリ・パスクー、ベリン・ダ・カー・ライルによる舞台もあり、日本、スペイン、フィンランド、インドネシア、フィリピン、 リトアニアのテレビで放送された。2006年2007年は、開催なし。2010年2017年は、開催なし。http www. ブラセビトラベルガイド、ロー、en、ブロ勝負、イベンツ、ゴールデンスタッグフェスティバル、1968、p h p h t h t t p www. ブラセビトラベルガイド、ロー、en、 ブロー勝負、イベンツ、ゴールデンスタッグフェスティバル、1969PHP。ありがとうございます。